移動ももこ大好き人間のトラキシです。今日の試合、阪神タイガース2対3で負けました。嬉しいですね。試合の方でですね、4回表ワンアウトランナー1塁3塁から清宮選手に犠牲フライを打たれて、日本ハムが1点を先制し、5回表ワンアウト1塁から中田選手にタイムリーツーベースを打たれて0対2。まあこれも結構不運な当たりでしたね。足元を取られ糸井選手が取られてる感じだったんで、今日はみんなプレーしにくかった状況やけど、まあまあお互い様ってとこもあるし、ファイターズはね、西川選手とか太田選手のファインプレーとかしてたりしてたから、お互い様やし、まあでもしゃあないとしゃあないですね。んで、阪神は、6回裏ワンアウト満塁から玉川選手のファーストゴロの間に1点返して1対2。なおもツーアウトランナーに3塁で代打原口選手が登場して、原口選手の打席でワイルドピッチで2対2。原口選手はね、甲子園1軍復帰後初の甲子園でしたけど、まあ結果は残念ながら三振でしたね。原口選手が、甲子園でヒットを打つところを見たいです。頑張ってください。復活できてね、ほんまに良かったです。そして7回ワンアウトランナー2、3塁から太田選手に犠牲フライを打たれて3対2。これは悔しかったな。結構難しい場面ですけどね。申告敬遠で次の近藤選手でも面白かったんじゃないかなって結果論ですけど、後の祭りやけど思いますけどね。まあでもここはしゃあない、で何せ西投手が3失点やけど、7回3失点かやけど、自責点がゼロ。これは結構異常事態。まあでも今日はしゃあないな。雨降ってたし、もうずっと朝から雨降っとってぐちゃぐちゃな状態で、外野とかも芝とか濡れた状態で、内野はね、阪神園芸さんのすごい素晴らしい、整備で、土とか入れてもらったりしてたから、まあ乾いてっていうか、まあ半乾きぐらいかもしれないですけど、外野はびしょびしょだったんで、今日は難しい条件だったなって思いますし、しゃあない。試合中もね、雨降って一時中断したりとかしてましたし、難しいところですが、しゃあないかなと思いますけど、明日気持ち切り替えて買ってもらいましょう。そうなんです。今日めっちゃ話すことあって、今日巨人が勝ったため阪神が3位に転落しちゃいました。悔しい。まあでもね、まだ首位広島が、今日負けたんで、1位とのゲーム差は広がってないし、上だけ見ていって頑張っていってもらいましょう。それと阪神タイガースの8回の男といえば、ジョンソン投手ですね。PJ ピアス・ジョンソン投手、なんと、登録抹消となりました。別になんかそのね、その怪我とかじゃなさそうなんですけど、最短で戻ってきてくれることを願いますね。そうですね、最短でジョンソン投手ぜひ戻ってきてくれることを願います。そして、明日の動く先発が、タイガースが岩田投手、ファイターズが、金子投手。そうですね、これぜひ、岩田選手買ってもらって、とりあえず明日このカード明日でタイに持ち越して、明後日勝ち越し決めたいです。そんなところですかね。今日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。